Hello， 大家好，我是高梯市高烧研究所所长 Jason。 今天想跟大家聊一下之前去东京跟 The G 聊天的内容。关于 The G， 我早先已经为大家做过一点介绍，有的朋友管它叫双圈，那主要是因为它 logo 里面 G 的样子。 The G 的公司名叫做 Freiheit， 在2016年的时候我去试过他们的球杆，并且做了视频给球友们做了概括性的介绍。结果2017年 The G 在国内可以说就算是中小规模的火了起来。2017年他们也扩大了产品线，一口气推出了415叶号木、开球铁、铁杆，以及紧随他们之后年底推出的挖起杆，以及今年年初更新的450和460叶号木。现在他们的叶号木款式已经涵盖了各个大小，最小的415到中等的450到全尺寸的460以及超大的495 GXD。 那么大家如何来选择 The G 的叶号木呢？让我们来听听 The G 的社长高桥治理先生是怎么说的。GXD は、The G はプロモデルなんですけど、GXD はまた別のラインとして、だんだん最近飛距離が落ちてきちゃったけども、また飛ばしたいとか、もっと飛ばして楽しみたいっていう、主にシニアゴルファーの方向けに開発した高反発のドライバーです。The G は、ある程度上手な方まで、プロゴルファー、競技ゴルファー、それから、ローハンディの方、それからアベレージゴルファーでももっとゴルフ上手になりたいと思っている人の方向けに本格的に作ったクラブです。3つのサイズ種類を出しているのはなぜかと理由があって、まず小さい方から415で、真ん中が450で、460が大きいサイズ、オーバーサイズですね。で、上級者でもプロでも、やっぱり球筋を打ち分けたい、右、スライス打ちたい、フック打ちたい、高く打ちたい、低く打ちたいってなってくると、やはり小さいサイズじゃないとなかなか対応できないんですね。そのために小さいモデルも必要。ところがやはり優しさとかミスに対する許容っていうことで言えば大きい方が有利ですし、それから設計上の言葉で言うと重心距離といって、シャフトからスイートスポットまでの重心の距離が、ただルールで体積、容積ですねの上限が 460cc って決められてるんで、なんですけど、460は左右へのミスというか、その方に許容を出すためにここを少しシャロー気味でこっちが大きくしたっていう。450は、飛距離で強い球も出したいと思えば、ここが強い、高さがあった方がいいし、それから大きく見えるタイプのヘッドが好きじゃないっていう方もかなりいるので、460の方が大きく見えるヘッドの分だけ優しいイメージを好むゴルファーが選ぶということを想定して、450と460を比較すると、460の方がボールが少し上がりやすくて、ボールが捕まりやすい重心設計になって、450の方が小さく、げんこつのようなちょっと締まったヘッドのシェイプにして、ハードヒッターが叩いていくイメージを持ちやすいように形作って、設計もそのような形にしています。去年 The G 推出了 Hybrid Iron， 我们一般习惯把这种杆称之为开球铁。我去年也有做介绍这款 Hybrid Iron 的视频。那么很多球友就会问一个问题，就是开球铁和普通的铁木杆怎么来选择呢？基本的に Iron 型の方が薄くて重心が浅いわけですから、球はウッド型のユーティリティの方が当然上がるわけだ。だけど Iron に近いコントロールイメージで。だけども、例えば7番までは打てるけど6番になるとちょっと難しさを感じるとか、6番まで打てるけど5番になると難しさを感じる、これはボールが上がりにくかったり捕まりにくかったりすればクラブっていうのは当然難しくなってくる。だから気持ち上がりやすくしてあげて、それから、スイートエリアを広げて許容を広げて優しく感じさせてあげたのがアイアン型ユーティリティだけども、これでもボールが上がらない人はこっちの方が、実際のフェース面上の重心の位置っていうのはこれも同じです。去年年底 The G 推出了铁杆，我之前文章里多次提到过，这是一款手感极其好的铁杆，我自己非常喜欢，并且推荐给了很多朋友使用。大家用了以后也都非常认同它的手感和效果。那么关于这款铁杆究竟有什么特别之处，让它如此神奇呢？ボールが当たるところ、コンタクトするときに、やっぱり重心がどこにあるかっていうことがすごくポイントで、例えば今のアイアンは僕が考えるには重心が低すぎるのが多いんですよ。何でもボールが上がるように低重心にしてしまう。そうすると
適切な重心が下にあり、重心が下にありすぎるとボールがコンタクトするところよりも下にあるということは打った時に芯を上に外すってことになっちゃう。フィーリングを大事にしたいので全部一体にしてなんかヘッドフェースを溶接したりとかそういうの一切なしで、ここをネックも、フェースもボディも全部一つの塊を鍛造したフォージドアイアンですね。だからフィーリングはソフトですね。ザ・ジーのフォージドアイアンにつながる流れでウェッジを揃えたかった。だから顔の流れとかも、もちろんだんだんウェッジですから丸くなっていきますけども、ネックのつながりとかは、同じようにやっぱり上げるラインの時にはスクエアに構える少し開きながら使ってもらった方がバウンスも効くし、板ちょっと上前を浮かして後ろがついてるからザーッとまっすぐ前、もしこっちが先についてみてください、ジャボンって入っちゃうんです。それを今まではここの中に鉛を入れることで調整するか、ここに何か貼るっていうことで調整していたんです。上と重くしたり軽くしたりするときにできるだけボール打つ重心に近いところで軽くした方が移動しないからいい。我和高桥先生还聊了很多关于球杆的内容，The G 的很多设计理念也都非常有意思，但是由于时间的原因，今天就给大家先分享到这里。如果你喜欢的话，请分享给身边的球友们。谢谢大家的支持，祝大家天天打好球。